今回もやってきましたりょうちゃで。今日は新しいメンバーが手伝ってくれます。自己紹介お願いします。はい、宮崎有事橋の田辺春人です。よろしくお願いします。よろしく。春はサッカー選手で一番好きな人誰ですか？モドリッチですね。モドリッチね。はい、モドリッチですね。俺はバロンドール取ったしね。はい、じゃあ今日はパスをやりたいと思います。パスでも今日はインサイドキックです。インサイドキックのポイントは2つあります。1つは当てる場所、しっかり両コーチだったら水野のマークの真ん中を触ります。そして足はグラグラさせないでしっかり固定する、しっかりカチッ固める。グラグラさせてボールを蹴ってしまうと変なところにボールがいっちゃう。だからしっかり足を固定させてパス固めて、あとしっかり真ん中触らないでつま先とかで触っちゃうとボールが違うとこ行っちゃう。もう一回おさらいします。一つは当てる場所、二つ目は足を固定すること。パスのスピードも重要になってきます。しっかり相手がトラップしやすいボール、次のプレーに移しやすいボールをパスしてください。強く蹴ってしまうと相手が取りづらくなっちゃうから、しっかり相手が取りやすいボールをパスする。今回のレオチャレじゃんけんいくぞ。レオチャレじゃんけん、じゃんけんぽい。レオコーチはパーを出しました。チョキの人が勝ちです。バイバイ。